すごい。そうなんです。すごい可愛いマイクですね、それ。あ、なんかピンマイクですかね、これ。ピンマイク。はい。YouTube。はい。そうです。マジシャンで YouTube もやっていて、で YouTube の方は街行く人こんな感じで突撃でお声掛けして。急だったと思うんですけど、あのこれ YouTube 良くない？いや全然大丈夫ですよ。ちょっと恥ずかしい。いやいや全然大丈夫です。おじゃ、だから多分声で真ん中に。むしろ二階堂真ん中置いていただいても全然大丈夫。二階堂、はい。汚いな。ちょっと丸とかも出せない。見ていただいて、トランプなんで一応全部バラバラです。はい、大丈夫ですかね？はい。はい、じゃあ。いいですか、はい、トランプの中から52枚でマークと数字を頭の中でパッと今思い浮かぶマークと数字を一つ決めてもらって、それ僕当てれたら不思議じゃないですか。はい、そうですね。そうですよね。でこの中から僕がこ例えばクローバーの2だったらクローバーの2ですかって言って当てちゃうんじゃなくて、今日は1枚だけね、これエキストラカードっていうのが入ってるんですよ。ちょっと待ってくださいね。エキストラカードって聞いたことないかもしれないんですけど、あのトランプとかもしなくしちゃった場合に自分で手でかけるように1枚真っ白のカードついてるんです。じゃあこのカードちょっと持ってもらって、はい、で僕がこう弾いていくんで好きなところに差し込んでほしいんです。裏向きのままカード決めましたね。決めました。はい、じゃあちょっと裏向きのまま好きなところ差し込んでもらっていいですか。で持っといてください。持っといてくださいね。持っといてください、はい、ちなみに決めたカード、はい、何でした？言っていいんですか？はい、7のハートです。あ、これ違います。ちょっと待ってください。7のハートあれ、待ってください。なんか感じませんでした？くるちゃん、くわーくわーくわー、なんで？そうですね、一瞬失敗したと見せかけて。だとしてもこれよ。今そうですよね、今自分が自由に決めたカードですよね。そうです。誰にエキストラカード持ってたっけ？最初白じゃなかった？そうです。え、白はどこ行ったんですか？白はね、もうそのカードに変わっちゃってるので、この中に。どういうこと？え、どういうこと？怖っ。すごえ、これなんかアナログこれはアナログです、紙なんで。はい、デジタルじゃないですよ。だからじゃあ今白のカードないんですか？ないです、ないです。じゃあお姉さんにとって関係のある数字を今パッと4桁ぐらい決めてもらって、自分にとって何でもいいです。携帯の暗証番号とか、これっていうのをパッと思い浮かぶのあります？ちょっとイメージしてもらって、はい、怖いんだが、すごい。ああ、そう。ちょっとやってみていいですか？はい。じゃあ普段右利きですか？右利きです。虫止まってます。テントムシ。テントムシ。頭に。ちょっと取ってもらっていい？テントムシこれ。でも綺麗。ああ。綺麗なテントムシ。綺麗な黒いね。黒い。これマジック関係ないです。すみません。邪魔しちゃって。じゃあ直感でこれっていうのを1枚パッとタッチしてもらって、これっていうのどれでもいいです。やだな。これで。じゃあね、4枚ぐらいちょっと。取ってもらってこの辺、はい、はい、裏向きのままいいですか？はい。じゃあご自身にとって関係のある数字、はい、ちなみに何の数字を思い浮かべますか？生年月日です。あ、生年月日、はい、ちなみに聞いていいですか？はい、何を思い浮かべますか？2003です。2003、はい、トランプには0がないんですよね。でも見た目的にはこれが0に、うん、この99がこのふにふにっていうのがなければ0に見えると思うんですけど、お姉さんに適当にこうまとめて4枚取ってもらったと思うんですけど、一番上のカードって何になってますか？これですか？はい。おぉ、
今夢だね。今夢。最後は。怖い。2003ですよね。2003年。すごすぎ。どっから？すご。なんで？なんで？どういうこと？並んでましたよね、カード。そう、からカード並んでました。しかも4枚まとめてやんの。すごいね。すごい。そうなんです。すげえ。本間のマジシャン。そう、本間のマジシャンなんですよ。あと僕が持ってきたものだけちょっと使うと怪しいと思うんで、指輪かなんか借りていいですか？帰ってこんのね。いいですか？なんか挨拶に帰ってきますか？帰ってきますか？じゃあ一応僕時計取ってきます。あ、5、どうでしょう？どうでしょう？ハトとか出てきます。鳥やハト。じゃあお姉さんいいですか？はい、ここちょっと腕掴んでおいてもらって。じゃあ いいですか？はい、僕が腕掴んでもらって。はい。で、この距離ですから、ちょっとよく見ていてください。はい、しっかり持っていてください。はい、1、2、え？あら、それは違う。絶対におかしいって。絶対におかしいって、それは。どういうこと？どういうこと？自分のですよね。はい、え、なんで？ほんまになんで？なんで？それはおかしいおかしい。私こう言ったんですか？そうです。こう言ったんですか？そうなんです。え？ここはトランプだけじゃないんですか？トランプだけじゃないんですよ。考えを読み取る。ちょっと信用してきました。信用というか、マジックを見るの自体初めてですよね。はい。はい、めっちゃ分かられてんじゃん。なんですか？いやいや、なんでもないです。酔っ払ってる。酔っ払ってる。いやいや、酔っ払ってないですよね。マジで酔っ払ってない、はい、マジで酔っ払ってないですよね。じゃあなんかよくやってるのが、初恋の相手の名前当てたりとか、誰にでもこういるじゃないですか、初恋って。まあ、今好きな人とかでもいいんですけど、なんかあります？なんか当ててほしいこととか。好きな人の名前。好きな人の名前、はい、それは、芸能人とか、はい、うん、あの一般の方とか。一般の方、はい、あの今好きな人ですね。はい、なるほど。当てていいですか？はい、ちなみに皆さんは知ってるんですかね？知ってますね。なるほど。もちろん僕は初対面なんで知らないじゃないですか。はい、お姉さんの今好きな人が蓮くんっていうのに。すごっ。そうですね。今思い浮かべて、好きな人って言った時に顔とか思い浮かべてもらってたと思うんで。じゃあ付き合ったら最高じゃん。付き合ったら最高。ああ、全部考えてくれる。付き合って仕事とかあったりしてもバレちゃうって。あ、そらそやけど。まあそうですね。だから、まあ、本来はそう、察してくれるからってことでしょうね。そうですよ。辛かったことあります。合わせてな。いや、あのマジックの時だけこうちゃんとできる。え、じゃあマジックモードに入ったらその人のこと分かる？あ、逆にそうですね。そう、でもプライベートでマジックモードに入ってるやつ嫌じゃないですか。何やってる時もこれ。間違いなく、これ新しくんっていう、あの名前で YouTube やってるんですけど、一回見てもらっていいですか？新しく、はい、ひらがなで新しくんって入れてもらって、見たい、置いときます。普通に、はい、え、結構登録者いる。いろんなバラエティのダウンタウンデラックスとか。すごい。大谷さんもやりました。グレーダグやりました。翔平大谷と会ってんの？翔平大谷と会ってます。翔平大谷、翔平大谷、マジ翔平大谷さんと、あの三浦知良選手、あのキングカズさんが対談する番組があって、そこでお二人のなんか仲を深めるためにブレインダイブで考えていることを読み取って、なんかお互いの考えていること。テレビでやってました。テレビでやってました。え、見たことあるかも。なんかじゃあ特番ですね。え、これもロゴ載るんですか？これは YouTube です。あ、今 YouTube？ はい、僕のチャンネルに載るはず。はい。この子だけはモザイク。全モザイク。カットで。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません。楽しかった。
テクニックでしょ、はい、外の実ですよ、草の実、草の実、草の実みたいな、花見じゃなくて、草見、タイミングで草見で、草見はちょっとさ、ただ、うちら、出せれんと、これがある、ドラゴンじゃない、うちらは、汚いようなと、いや、とんでもないです、とんでもないです、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ジョブズどうなってんだ。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。